本厚木駅は、神奈川県厚木市泉町にある、小田急電鉄小田原線の駅である。駅番号は、O34。県央地域の中心都市である、厚木市の中心駅であり、北口を中心に繁華街が広がる。本厚と略されることがある。ちなみに、隣駅の厚木駅の所在地は、厚木市ではなく、海老名市である。島式ホーム2面4線を有する高架駅。 小田原方に引き上げ線を有し、3.4番ホームは、小田原方面からの上り列車と当駅始発の折り返し列車の同時進入が可能である。また、1.4番線には安全側線が設置されている。改札口は、ホーム中央の地上に中央改札、新宿側地上に東口改札、そして新宿側階段を上ると、駅ビル、 本厚木ミロード1の4階と直結するミロード口がある。中央改札はホームへのエスカレーター。東口改札には同様にエレベーターが備えられている。ミロード口は自動改札機のみ設置されている。改札外に自動券売機、定期券売り場、中央改札内にトイレ、ホームに特急券売機、待合室などがある。売店はホームの上りに2箇所。 下りに1箇所、北口と東口に1箇所ずつ、都合5カ所存在する。ホームの新宿寄りにある2箇所は、コンビニエンスストア形式になっている。中央改札付近には、厚木市役所本厚木駅連絡所や、観光案内窓口がある。駅長所在駅であり、相模用の管区法や厚木館内として、当駅伊勢原駅間の各駅を管理している。 2011年1月17日に、上りホーム下りホームとコンコースの発車案内表示機がフルカラー LED 式に更新された。内側2線が主本線、外側2線が対比線であるが、小田原方面並びに引上げ線からの同時入線が生じる場合は、引上げ線からの列車が3番ホームに入り、小田原方面からの列車は本来対比線である4番ホームに、 入線する。新宿駅からの各駅停車の大半は、当駅で折り返す。また、当駅が、始発、終点の、相模、ホームウェイ、メトロ相模、メトロホームウェイも設定されている。なお、かつて運行されていた、区間準急は一部を除き、当駅で折り返していた。当駅で、特急ロマンスカーの接続通過待ちを行う列車や、 平日8時台の一部の急行小田原行は一番ホームからの発車である。当駅から小田原方面の快速急行、急行は全列車が新松田駅まで各駅に停車する。なお2019年3月開成以降、急行については当駅から開成駅まで各駅に停車する形となる。2010年11月3日より、海老名駅ともに接近メロディとして、海老名市。 厚木市出身の音楽ユニット、生き物係の楽曲を採用することになり、当駅ではエールが使用されている。また、デビュー前には本厚木駅北口で路上ライブを行っていたため、今では聖地のようになっている。新宿発着の小田原や箱根や五天場に行く特急ロマンスカーは2012年3月17日実施のダイヤ改正から平日下り2本と、 スーパーはコネを除くすべての定期列車が当駅に停車するようになった。しかし、2016年3月26日実施のダイヤ改正で、二つ手前の海老名駅に特急ロマンスカーが新規停車駅として追加されることとなったため、当駅の停車本数が若干減少する。なお、海老名駅に停車する列車は当駅を通過し、 当駅に停車する列車は、海老名駅を通過するパターンが基本となっているが、両駅とも停車する列車も一部存在する。2019年度の1日平均乗降人員は15万1791人である。小田急70駅中、第7位。他路線と接続もしくは、連絡運輸を行っていない、日本の私鉄の駅では、最多乗降人員である。近年の一日平均乗降、 乗車人員の推移は、下表の通りである。厚木バスセンター、厚木市の中心市街地であり、北口を中心に、商店や商業施設、銀行などが立地する。かつては、市沢丸類、長崎やパルコ、伊東洋華堂などの商業施設も立地していた。駅周辺はホルモンや起点が多く立地していることから、2000年代、中頃から地元の商店会はそれらを、 厚木白頃ホルモンとアピールしている。2010年9月18日19日に開催された B-1 グランプリイン厚木の最寄り駅である。南口では2020年3月末日をもって地上22階地下1階の共同住宅を柱とした高層ビルと駅前広場の整備を主にする再開発事業が終了しバスターミナル等の再整備が完了した。 東口には、本厚木駅東口地下道が接続している。北口のいくつかの商業ビルは2021年以降再開発や、建て替え、商業施設のオープンが予定されている。銀行は、ベガバンク再編前から、上位都銀のほぼ全てが店舗を構えていた。県立高校いずれも本厚木駅より徒歩、またはバスその他徒歩によりアクセス可能バスにより、アクセスが可能駅周辺には、 厚木バスセンター、本厚木駅、本厚木駅南口、本厚木駅東口と3つのバス停留所がある。開業時に相模鉄道の厚木駅がすでにあったため、旧国名の相模を監視、相模厚木として開設。その後、1944年に隣の河原の口駅が厚木駅に改称されたことに伴い、本来の厚木という意味で、本 厚着に解消。ありがとうございます。